リアのチェーラ・インフェリオーレ出身の元同国代表サッカー選手、現サッカー指導者。現役時代のポジションはミッドフィールダー。AC キエボ・ベローナ、US チッタ・ディ・パレルモでエウジェニョ・コリーニのサポート役として大きく成長した元イタリア代表ボランチ。4シーズン以上同じチームに在籍することなく、国内のクラブを渡り歩いた。現役引退後は、イタリア国内のユース世代での指導経験を積む。2016年6月29日、代表でチームメイトであったジャンルカ・ザンブロッタが監督に就任した ISL のデリー・ディナモス FC にアシスタントコーチとして招聘された。2017から18シーズンよりユベントス FC の U-16 部門で指揮を執ることとなった。イタリア代表としては2004年2月18日の親善試合チェコ戦で初出場。同年9月2日の親善試合、ロシア戦で代表初ゴールを記録した。ドイツ W 杯のメンバーにも選出され、グループリーグのチェコ戦と準々決勝のウクライナ戦に途中出場。イタリアの優勝メンバーとなった。ありがとうございます。